どうもー、鳥の爪ダンソートです。今回から実況していくのはこちら、ファークライニュードーンということで、いよいよ2月15日に発売されました。こちらのファークライニュードーンはですね、ファークライ5の続編にあたるような物語が描かれるそうです。あのファーザーも再び出てくるようなので、非常に楽しみなんですけども、以前のファークライ5のね、実況もしてるので、まだ見てないよっていう方はぜひそちらの方、先に見ていただいた方がより楽しめるんじゃないでしょうか。ということで、ファークライニュードーン、早速やっていきたいと思います。スタート。現実況、劇団鳥の爪。あ、これはまさにファークライ5の終わりのあたりかな。私の名はカルミナライ。私が生まれた日に世界は崩壊した。生き延びた人たちは地下に潜った。地上に残されたのは灰、寒さ、そして死。でも永遠と思われた死の世界にも命は戻ってきた。私が初めて太陽を見たのは6歳の時。それまでの世界が完全に消え去り、母さんと父さんは心に深い傷を負った。でも私にとっては初めて目にするまばゆい世界だった。生き延びた人たちは少しずつ確実に新しい生活を築き上げていった。なるほどね。再建に伴う困難はもちろんあった。でもしばらくは平和だったし、繁栄もあった。新しい家、新しい暮らし、そして新しい普通。でも世の常として、いいことってのは長続きしないもの。ハイウェイマンは東からやってきた。その侵略者たちを率いていた姉妹が双子。私たちのささやかな楽園の噂を耳にしたって、自分たちのものにするんだって。なすすべもなかった。やつらは食料も家も人も全てを根こそぎ奪った。もう奇跡にすがるしかない。そう思った時に聞いた名前がトーマス・ラッシュ。西海岸を飛び回り再建を助けてるって。仲間のキャプテンと列車でホープカウンティを通る。母さんは言ったわ、二人を探して連れてきてって。それが最後の希望だって。でも運命は味方しなかった。生まれますね。このカルミラっていう子はあのニックライの娘みたいですね。ファークライニュードーン来たな。いや、ワクワクするな。キャプテン生きてるか？俺キャプテンなんだ。こっちに来るぞ、キャプテン。キャプテン起きろ。クソ、ハイウェイマンだ、殺されるぞ。おい、いきなりピンチからかし。キャプテン起きろ。毎度ながらオープニングが劇的ですね。やめろバーンズ、そんなにわめいてたら奴らが寄ってくる。ラッシュ生きてたのか？手を貸せ。ダメだ、時間がない。この人がトーマス・ラッシュ。バーンズ、キャプテンを置き去りにはしない。来るぞ、急げ、離れずに動くんだ。ああ、了解だ。キャプテン。ダンディーなおっさんだね。ナイフ頼むぞ。武器を探してみんなを助け、ここから逃げる方法を。最初はテイクダウンのやつや。言うけど一歩ずつなんだバーンズ。そうだな、先導を頼む。いやー、久々だな、来たな、ファークライ。先導頼まれちゃったよ。ということで、這い出していきます。うわ、もう、火が、死体がすごいね。装備を整えて、なるべく多くの人を使う動きだ。キャプテンから離れるから。さあ、じゃあ奥に進んでいきましょうか。こっち側行ったらいいのかな。
ラッシュの日記っていうのがありましたね。新しいアメリカを作るんだなんてことが書かれてますけども、あの核戦争から10年以上が経過してるわけだよな。あのね、カルミナっていう女の子もかなり大きくなってましたもんね。ユッカ、雷管、ハンドガンの弾か。肝心のハンドガンをまだ持ってないんだけど。ああ、あの辺に敵が来ちゃってるのかな。あー、危ない危ない危ない。枝かな。なんかファークライ5ではどちらかというとこうしっかりこう現代の、武器とかが使われてましたけども、一回こうリセットされた感じがあるんだよね。人がまだ動いてるけど大丈夫か。蘇生できる。お、なるほど、まだ生きてる人もいるんだ。それ敵だね。あ、なんか体力ゲージみたいのがあるのか。ランクの低いハイウェイマンはテイクダウンができると。 R3 でテイクダウンね。 OK、 これでまあ見つからなければ OK だな。火炎瓶とかがクラフトできるんだな。あと投げナイフもあるかな。あ、そこにもいるね。ちょっとじゃあテイクダウンしていきますか。来るんじゃない。よいしょ。何だってんだ。あー、いいね。テイクダウンするとやっぱファークライやってる感あるわ。オッケーオッケー、取得していく。グレードランチ、あ、ハンドワン、よし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 。警備のメモ、この任務については、疑問がある。人々を助けるべきなのは分かってる。分かってはいるが、ハイウェイマンについて噂が絶えない。俺たちのチームはあんなものと対峙したことはない。他のやつの目を見れば同じ気持ちなのが分かる。それでもやっぱりホープカウンティの人間は苦しんでいる。俺たちの助けを必要としている。俺たちにはそれができるとトーマスラッシュもキャプテンも信じている。俺たちも信じるしかない。頭にやれば一撃か。あ、数字出るようになったんだ。なるほど。結構じゃあ硬い敵とかそういうのが分かりやすくなったのかな。なるほどね。はーい、オッケー。危ない、バレる。シールドを使う。へえ、あ、シールドなんてあるんだ。R3 でシールドを投げる。へえ、あ、投げることもできるんだ。あ、ほんとだ、すごいすごい。あ、こんなシールドなんていうのも新しく登場したんだね。あー、戦闘になっちゃったな。すげえことになってた。あ、味方もやられていくな。撤退になっちゃったか。撤退。あ、シールド持ってるとちょっと遅いんだね。はいはいはい、あー、なるほど、このドンパチ感よ。おーおお、いきなりミサイル、やばいやばい。とんでもないな。行こう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 、脱出、カーマで脱出するだね。危ない。砂嵐すごいな。おお、高っ。あら、追い詰められちゃった。メリーファッキンクリスマス皆さん。サンタが列車いっぱいのプレゼントを運んできたわ。何が届いたの？ウサギさん。ウサギさんに質問よ。こうなることを予想もできなかったの？あんなでかい鉄の塊走らせながら黒い煙を吐き出して。気づかないとでも？なんでこんな。バンズ、あんたらが問題を解決するのか、引き起こすのか。何？親父がよく言ってた、人間は問題を解決するか起こすかだって。この世はクソみたいな問題だらけでしょ。だから解決する人間が欲しいのさ。
あたしらの問題をね、あんたらが解決するなら援護してやるよ。食料、衣服、銃必要なものは何でも健康保険もね そんなに面白い？でも問題を起こすようなら、いつも親父はどうするって言ってたっけ？問題児は解決するの。親父は現役時代死ぬほど問題児を解決してきたからね。そこでだ、ウサギさん、あんたらは解決する方、それとも起こす方？解決するさ。これまでも国中で解決してきたんだ。新鮮な水、シェルター、欲しいものは何でも用意できる。黙れバーンズ。全て作れる？いや、俺じゃなくてラッシュが。ってことはあんたが私たちの解決人ってことね。クソくらいだ。ああ、そう。おおおおおお、あ、怖っ。うわ、済んだ？解決しちゃったよ。じゃあ高速道路って書いてあるぞ、バンズに。もう一度聞くわね。高速道路って書いてあるぞ。協力してくれる？ミスターラッシュ、もうそれにしか目がいかない。嘘だぜ。ここは俺が。ああ、なるほど。このロード画面がまたドラマチックだな。列車で見かけたわ。警備キャプテンでしょ。カルミナよ、水に落ちるのが見えたの。溺れる前に引き上げられてよかった。どうやら逃げ切れたのは私たちだけね。さあ、よし、気をつけてね。双子はラッシュを連れて行ったけど、まだハイウェイマンがいる。まずはカウンティに戻らなきゃ。母さんなら次の手があるはず。ヒロイン感がすごいな、ニット帽のあたりが。ということで、カルミナライに会うことができましたね。希望を求めてストーリーミッション。ちょっと、ホープカウンティに行くなら川沿いだって。ということで、続きが気になるんですけども、ちょっと早めですが一旦ここで切って、続きはまた次回やっていきたいと思います。まだまだファークライニュードーン始まったばかりですけども、今後どうなるか注目していきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。